こんにちはテンバーアマゾンオーストラリアからですね、この dear seller just a remember the amazon.com.au will host a deal event for black friday という書け出しで始まるメールがね、届いている会員さんがいらっしゃいます。これは、アマゾンオーストラリアのブラックフライデー、それとサイバーマンデーのセールにね、参加しませんかというお誘いです。 まあ11月20、えー、19日からね、26日まで、a m a z o n c o m e u が、ブラックフライデーとサイバーまでのセールを開催すると。で、Amazon TODAY というね、えー、まあ、あの、トップページの目立つところで、えー、ライトニングディールとして、まあ、最大8時間表示される。最大ですからね、どれだけ表示されるかは、えー、その、 ライバルがどれぐらいの割引率でどういう商品を出してくるのかによって全然変わりますので何とも言えないです。でまあ、そもそもこのメールが届いた人は対象商品があると。まあ、この場合ね、えー、この二条件、これをクリアする商品があれば参加してみるのもいいです。ね、利益率が高くて30%値引きしても儲かると。もともと利益率がね、えー、50%以上とか。 60%以上の商品であれば、まあ、値引きしてもね数売った方がいいんでまあ、利益し、ね、これだけ取っている商品で、えー、値引きして取引件数を増やそうという場合には参加するのもいいですねそれとあとまあ大体参加するとき、ね、在庫をこれだけ入れろという指示が来ますのでその指示された量を入れなきゃいけないでそれがもし、ね、もしというかまあ 多めに言ってきますのでね、大抵売れ残ります、ほとんどの場合。で、その、ね、在庫が残っても問題ないと、f b に在庫大量に入れて残っても問題ないという商品を持っていればね、このセールに参加するフォーム、これが締め切りが10日なんでですね、送っといた方がいいんで、送っとくか、あれを送り方を質問していただくか、また参加を迷っているという場合はね、ご相談ください。 そんな形でね、ねいよいよ、えー、アマゾンオーストラリアもシドニーも稼働しましたし、このセールに向けてね、おそらく、えー、露出度、ね今までほとんど見かけなかった広告なんかもね、えー、増やしていくと思いますので、まあ、このセールね、ねお誘いの来てなくてもね、えー、このセールで広告やってセールを見に来た人が、まあついでかいというのはね、えー、毎年毎年、えー アメリカのブラックフライデーもね、セールなんてやってなくても、ガンと売り上げ増えるわけですから、まあ、オーストラリアもね、同じことが起こりますんで、まあ、商品ね、えー、見つかってる方は、ね、この期間中、商品を切らさないようにしっかり入れておくと。で、商品まだ見つかってない場合はね、どんどん商品を送って、商品を見つけていってください。また、商品相談や、まあ、このフライデー、ブラックフライデーのセールなんかについての、まあ、ご質問があればお待ちしてます。以上、テンーアカデミー、堀秀夫でした。